どうもー、洋次郎でーす。はい、こちらですね、本日18時よりなんか1周年イベントのなんか情報が盛りだくさん解禁されているということで、こちらご紹介していこうかなと思います。で、題名が、ネクストステージ7分の22の奇跡ということで、テレビアニメ、7分の22の出来事を追走する超大ボリュームのイベントストーリーとなっていますということで、こちらが今回のイベントのあらすじなんですけども、7分の22の躍進を記念して、大規模なライブを開催が決定、メンバーは MC の、出し物について、意見を出し合うが、どれも新鮮味がなくパッとしないものばかり。そんな時、学院にあの男が現れるということで、もうあの男、もうあれじゃないですかね、あのごっつい人がゴーダさんが来るんじゃないですかね。で、テレビアニメの、7分の22の出来事を追走する超大ボリュームのイベントストーリーということで、アニメのあれですかね、13話で、最後ライブのシーンありましたけども、ライブの MC やら何やらが、見れるのかなと思うと楽しみで仕方ないですね。で、こちらが、26日の、18日から、18時から、6月9日の13時59分までということで、こちらも本当に楽しみですね。で、他にもあって、こちらはガチャですね。で、前半後半に分かれて、新衣装が、登場するということで、前半が、立川彩香ちゃんと柊木つぼみ、後半が、戸田純と、斉藤ニコルということで、もうこちらをね、で、前半のガチャ見てくださいよ。彩香ちゃんと、温泉旅行ということで、嫁かな？もう嫁なのかな？で、ツボがね、もうファミレスで、こちら可愛いですね。いやーもう、で、後半が、ニコルンと、ジュンちゃんですけども、こちらのね、ピアノはもう、ミューミューのね、回想ですね。小学校の時の思い出と、こちら、ジュンちゃんは本当に、神じゃないかな？これは。本当になんかアニメは純ちゃんに力を入れてますね。こちらね、カードゲットしていきたいですね。で、新楽曲の方も、登場するということで、以前ですね、サリーが、夜にかけるを歌ったんだよね、みたいなことを、ちょっぴり、ショールームで話してました。こちらですね、全員分の、楽曲を順次追加、しますということで、5月6日実装が、東条勇者で怪物で、6月2日が藤間さくらちゃんで夜にかける、で、滝川美宇ちゃんで群青の3曲が、実装されるということでね、もう YOASOBI さんですね、こちらがね、順次解禁されていくということで、で、その他の楽曲もこちら、登場してますね。はい。ね、ちょっと、わからないものもあるんですけども、このオレンジっていうのはトラドラですかね。トラドラだったら嬉しいなと思いますし、2分の1はあれですか、ルノーリケンシンとかそういう感じなんですが、ね、はい、こちらも本当に、楽しみです。でですね、あとは、こちらの、1周年の、7人以上新曲、ヒアシンス、が、決定し、テーマソングとして決定して、なんと1周年記念イベントの開始時より、プレイ可能ということで、こちらが26日のね、解禁、26日の、アップデート後から、プレイが可能ということで、こちらもたくさんプレイしてくださいねということでね、いやいやいや、こちらね、ジャケットの方は、720の、カードの方の、イラストが、こちらにね、CD として載っているということで、こちらも本当にね、楽しみですしね。ね、で、次がアビリティですね。こちらも、テレビアニメのシーンを使用したアビリティメモリーが6月2日、18時よりたくさん追加されますということで、先日のイベントでミヤコの、アビリティが、実装されましたけど、そんな感じなんですかね。はい、こちらもゲットしていきたい。で、第7弾、こちらですね。6月1日より、7日メンバーがブロマイドカードに、再登場ということで、今回のテーマはカラードレスです。リアルメンバーに関するブロマイド、ガチャ等の新機能、舞台裏より、確認が可能となりますということで、こちらか。ですね、こちら、年末年始ね、僕が、あれですね。これは反対だって言って、結構な再生数が回ったあれですね。今回すごいですね。みんな、あらら、お姫様。いや、これはちょっと、よされかもしれない。
いやー、これはウェディングドレスかな、ドレスですね、こちらね、いい、これはいいなこれはグッとくるものがあるぞ。はい、でですね、これが、さらに、72次ブロマイドガチャ第2弾の星4化限界マックスすることで、そのメンバーの72次マルチ優先参加権を獲得可能ということで、マジかよマジっすか、優先参加権、こんなものを実装しちゃっていいんですか。ということでね、こちら第7弾までの情報が今のところ解禁されているということで、もしかしたら第8弾ありますけども、でとりあえずここまでということで、いやいやいや盛りだくさんですね。本当はこちらの情報はもしかしたら23日の生放送の時間で情報解禁ということになっていたのか知れませんけども、いやこのタイミングで、うーん、いやもうお腹いっぱいだ本当に。さあ、そして情報終わりかと思ったんですけど、まだありましたね。1周年感謝キャンペーン、合計50連分の72次ジェムがもらえるということでね、見ての通り487ということで、この間ジェム使っちゃったんで、ツボとかね、ああいうのはできねえわと思ったら、こちらがあるということでね、いやいや救われました。で、他にもあります。ご新規さん&カムバック応援キャンペーン。新規スタートまたは一定日数ログインしていなかった方、友達を紹介してくれた方には最大227連無料プレゼントということで、こちらもいいですね。で、プレイヤーランク経験値入手量が3倍になるということで、これで課金したら3倍ということで、期間中すべてのカバー楽曲が解放ということでね、カバー楽曲はもう解放してるんでもう大丈夫なんですけども、いやいや、でも50連分は本当にありがたいですね。で、最後の情報がですね、七尾1周年記念大幅アップデート実施ということでね、いや、期待しました。はい、詳細は明日18時解禁です。お楽しみにということでね、いやいやいや、この大幅アップデート気になりますね。やっぱり、二人三脚プロジェクト始まりますか、新しい要素とかね、組み込まれていく、まあ、そこに大幅アップデートということでね、やっぱり、育成要素、それが加えられるんじゃないかと読んでいます。